さまこんにちは、みおです。じゅんです。今日はですね、お休みだったんですけど11時まで寝てしまいました。じゅんは7時ぐらいから起きて活動してて、一回外出もしたらしいんですけど全然気づかなくて、あっという間にお昼です。ということで、お腹も空いたな、作りたくもないなということで、遅めのブランチに行きたいと思います。もう一回行ったことあるとこなんですけど、前回すごい美味しかったのでそこをちょっとまたリピートしようと行ってみたいと思います。ブランチに行ってお買い物をしてっていう感じで過ごしたんですけど、久しぶりにサムギョプサルが食べたいなと夫婦で意見が一致したので、サムギョプサルを夜ご飯にいただきたいと思います。で、そんな難しいことっていうか、こう手間がかかることはしないんですけど、一連のどんな感じで本場韓国人とお家でサムギョプサルをしてるのかっていう様子をアップできたらなと思います。はい、ではちょっと準備の方を始めていきたいと思います。一品作っていきたいと思います。きゅうり、カナダのきゅうり大きいですよね。きゅうりとカニカマですね、とマヨネーズで簡単に一品作っていきたいと思います。よいしょ。きゅうりは好きな形に切ってください。薄切りでもいいし輪切りでもいいし、大きくてもこれぐらいかな。ボウルに移します。そしたらきゅうり水分がめちゃめちゃ多いので水抜きを軽くしてきます。お塩ですね。日本のきゅうりで言ったら多分2本分だと思うので小さじ半分ぐらいですね。ちょっと入れてきます。で少し揉んで、この浸透圧で水分を抜いてきます。で、なじませたら、これで少し時間を置きます。で、その間にカニカマですね、を別のボウルに入れます。今回はこの韓国のカニカマですね。もうカニカマはお好きな量入れてください。たくさん食べたい、好きだよっていう人は、もう倍入れてもらっても大丈夫です。ちょっと高いな。お好きな大きさにカニカマ裂いてください。だいぶ水が抜けたので、水気を絞ってこの中に入れたいと思います。そしたら簡単に味付けしてきます。めちゃめちゃ適当なんですけど、まずマヨネーズ、マヨネーズ大さじ2ぐらいかな。もうお好きに、マヨネーズ好きな人は大さじ3ぐらい入れてもいいし、
で、塩抜きしてるんですけど、少し塩分が足りないので、まあ、お好みで。お酒飲む人とかはしょっぱい方が好きだと思うので、いっぱい入れてください。と、胡椒もたっぷり入れます。で、混ぜていきます。よし、完成です。じゃん。食べ過ぎた。ではお片付けしましょう。